対局お疲れ様でした。終局直後で大変恐縮ですが、主催の朝日新聞北野から、お二人に、両対局者にお話を伺えたらと思います。まず語られました、渡辺名人からお話を伺います。角換わりを施行され、後手が角道を止める序盤になりました。作戦について、4四歩を見ての、印象をお聞かせください。1局目となんか似たような将棋には結局なったんですけど、そうですね、それはそれでというか、そういう感じで、先手櫓、後手雁木の形になっていきました。73分使って88玉と入手することを選ばれて、で角のラインに入った局面で藤井になりました。藤井の局面での形勢判断はいかがだったでしょうか。逆局、そうですね、上がったところは仕方ないかなとは思ってたんですけど、ちょっとでも結果的にはなんか危なかった気もしたんで、そうですね、ちょっとどうだったかなと今は思ってますけどね。2日目に入りまして、2、3歩から一気に激しくなっていったかと思います。あの辺りの進行はどのように感じておられたんでしょうか。そうですね、2、3歩のところは封じ手の後はちょっと考えたんですけど、あんまりなんか思わしい展開がなかったんで、そうですね、なのでそうですね、ちょっと8八玉どうだったかなみたいなことは考えてましたけどね。後手から角を切って その直後の2七歩の局面も含めて、前後の局面についての見解を、お聞かせいただけたらと思います。あの辺りは後手に選択肢が多いので、ちょっとそうですね、刺された手に対応しようかなっていう感じですかね。具体的に少し良くなったと思われたのはどのあたりの局面でしょうか。そうですね、自玉が詰まなければ、三三角とか、その周辺は大変か、勝ちかなと思ったんですけど、その三三角の局面で、最終盤だったと思うんですけれども、93分使われて、それ着手されました。最終盤で本局最大の長考になりました。非常に珍しいことかと思います。その読みを入れている間、どのような心境で、その93分は使われたんでしょうか。ちょっと踏ん切りがつかなかっただけで、そうですね、やっぱりちょっとそうですね、なかなか行く決断ができなかったですね。長い、いろんなことがあった将棋だったかと思いますが、一局全体振り返られて、どのような将棋だったなというところでしょうか。仕掛け周辺のところはかなり難しい変化が多かったんで、ちょっとそのあたりはどうだったかなっていうのと、8八玉上がって、そうですね、その後封じ手の後先手はどうやるのがちょっと正しかったかとか、そのあたりが、今、そうですね、ちょっと思ってるところですかね。本局の勝利で、シリーズ1勝2敗となりました。1勝目を挙げられたことについての、ことをお聞かせいただけたらと思います。そうですね、ここまで、結果が出てなかったので、そうですね、とりあえず、とりあえず良かったかなというところですかね。来週末すぐに、福岡で第4局があります。
連勝でタイを目指す一局になります。抱負を、お願いいたします。そうですね、まあ間を置かずにすぐにあるので、そうですね、また、はい、まあ、勢いを、はい、つけて頑張りたいかなと思います。はい。最後に本局、将棋の町高槻での第3局になりました。大盤解説会場は今日1500人のキャパで満員の御礼のお客様が見守った対局でした。2日間の対局の環境であったり、食事であったり、2日間高槻での対局を終えられて、また地元の方やファンの皆様に向けてのお言葉をいただけたらと思います。はい、そうですね、今回新しい、対局場で、はい、指させていただいて、そうですね、ちょっと大盤解説会の様子は後で拝見したいと思いますけども、そうですね、それだけ大勢の方に見ていただいたのは、はい、ありがたいことだと思います。ありがとうございました。藤井竜王にも伺えたらと思います。序盤、4四歩と角道を止める作戦を選ばれた序盤だったかと思います。時間の使い方と、予定だったのかなとは思うんですが、非常に珍しい序盤を選択されました。その作戦についてお聞かせいただけたらと思います。そうですね、序盤はなんだかお互いどういう形に組むか、手が広いかなと思っていたので、ちょっとそうですね、どういう感じになるか、分からないまま、そうですね、指して入りました。序中盤、難しい将棋になっていたかと思いますが、封じ手の局面あたりでの、形勢判断はどのように見ておられたでしょうか。はい、そうですね、本譜は少し、攻め合いに行くような指し方をした選んだんですけど、ただちょっと、攻めが細い形かなという気もしていたので、あまりそうですね、生産はなかったんですけど、ただちょっとどういう指し方がいいか、考えても分からなかったという、はい、ところです。角を切っていって、2七歩あたりの局面の感触というのはいかがだったでしょうか。角切りのところは控室では合格とかもう検討されていたんですが、その局面についてお聞かせいただけたらと思います。そうですね、いや、そうですね、ちょっと本譜はそうですね、やっていったら負けになってしまったので、そうですね、2六角の時に、どういう手の組み合わせでいくか、そうですね、ちょっとなんていうか、どれが良かったかわからないんですけど、そうですね、この辺りでも何か違う手を選ばなくてはいけなかったかなと、はい、思います。一局全体を、通して振り返られて、どのような一局だったという、お気持ちでしょうか。はい、そうですね、やっぱり中終盤でちょっと読みが何とか足りなかったかなという感じたので、そこをそうですね、10局以降何とか修正できればと、はい、思います。来週には、第4局がすぐあります。2勝1敗
のシリーズになりまして大学に臨まれます、抱負をお聞かせいただけたらと思います。あ、はい、そうです、まだ延長すぐ、まあ、来週にあるので、そうです、まあ、しっかり、まあ、いい状態でまた臨めればと、はい、思います。重ねて恐縮ですが、高槻での第3局でした。ホームターミナル町での第3局でした。対局の環境なども含めて、2日間終えられての感想を一言いただけたらと思います。あ、はい、そうですね、そうですね、食事もその本当に地元の店からいろいろこう、まあ、提供していただいたり、本当に、この、まあ、その高槻市の、なんていうか、その、まあ、関係者の方に本当にいろいろ、なんていうか、よく、いただいてすごく、まあ、気持ちよく対局できましたし、またそうですね、お任せ会も本当に多くの方に来ていただいたということで、はい、すごく、まあ、ありがたく思います。ありがとうございました。マイさん、追加でいかがでしょうか。大丈夫です、はい、では、感想戦を続けていただけたらと思います。ありがとうございました。